暇を持て余しているようだな、テルモット。暇つぶしに一つ問答でもどうだ。え、問答ですか？もちろんです、おじい様。ならば、お主の目の前で家臣の意見が真っ二つに割れ、まとまる様子がないとする。お主ならばどうする？その時は信頼できる者らに助言を仰ぎます。私一人では正しい決断を下す自信がありませんので。なるほど。だがその助言さえも割れていたらどうする？最後はお主自身で決めるしかあるまい。ならば皆が納得できるような答えを私から示せるよう努めるしかないかと。それが皆の命を預かる者としての務めですから。ですが私はまだまだ未熟、もっと多くを学ばなくては。お主は生真面目な良い子だな、テルモト。だがその人の良さがあだとならぬよう用心せよ。